はい、どうも。えっ、ー、と、今回はですね、えっ、ー、と、スラムダンクのですね、リメイク映画が、えっ、ー、と、なんだろ、う、2022年のですね、12月の3日に、えっ、ー、と、公開されるっていうのってですね、えっ、ー、と、まあ、我々あの、アラフィフあたりがですね、えー、最近あの、集中攻撃を受けてるよってことで、えー まあそんなお話をしてみたいのかなぁと思うってことで、お話をですね、してみようかなと思いますね。えー、で、まあいつぐらいなんだろう。1990年ぐらいの漫画とかアニメなのかなスラムランク。まあ面白い、えー、漫画だと思いますけど、うーん。なんかですね、えー、まあ映画の公開が近いってことで、そうですね、あのネット上でですね、若 若干、こう、煽ってるんですけど、私にはですね、もう本当こう、小指の先ぐらいしか届いてなくてですね、一応公開するよっていうお話ぐらいしか僕はちょっと聞いてないんですけどね。えー、<laughs> 結構頑張って、あの、煽ってるんでしょうけど、こう、話題がですね、豊富すぎてですね、あの、うん、届かないですね。 テレビであの、スラムダンクの映画やりますよと言ってもですね、みんなテレビ見てないですし。はい。で、まあ、あリメイクものがですね、あの、んまあ、団会 Jr. ですね。えっ、ー、と、50歳前後。げ、げん、げん、現代で50歳前後はですね。まあ、この間のガンダムも、まあ、ひどかったですけど、 まあ、集中攻撃をされてるよってことで。うん、なんか、うるせいやつらもリメイクしてて、なんか、笑うセールスマンもリ,リメイクしてて。あ、これがあれなんですか元ネタなんですか先導が、ジュン知らない。シャキール。森重ってやつ知らないし。沢北。これ、三能の人でしょルカワが、マイケル・ジョーダンなんだ。へー。 でですね、まあ、うん、スラムダンクファンの人は、ファンはいっぱいいると思うんですけど、まあ、うん、現代でも一応ファンで、うん言ってる人もですね、えーうん、スラムダンクの映画がですね、どのあたりのあたりを、部分をですね、映画化するのか全然わからないみたいで、情報がですね、全然公開されてなくてですね、うん、うんとですね、 ま、一説にはですね、まあ、三能線、三能線だよね、間違いなく三能線だよね、みたいなお話をしてるんですけど、あのー、わて的にはですね、あのー、あっと、おっと、ミスってるぞ。わ的にはですね、あのー、仙道率いるですね、仙道がキャプテンじゃないですけど、 えーえー、やっぱりですね、海南、海南じゃないわ両南とのですね、練習試合がですね、とりあえず、えー、映画にするのがですね、一番いいんじゃないかと思うんですけどね、やっぱりですね、あの辺が一番、一番っていうかですね、その、スラムダンクをですね、まあ、その、知ってもらうには、その、 桜木花道がですね、ええー、まあ、何でしたっけはる、はるこさん。何でした赤木はるこか。あの、ゴリラの妹だから赤木で。赤木はるこを目当てでですね、えー、バスケ、バスケット部に入ってですね、ええー、ん両男とのですね、どうでもいいような練習試合、 でですね、えー、ほんのちょこっとだけ活躍するっていうところがですね、やっぱ映画としてはですね、面白いんじゃないかと思うんですけど、何ですかね、その、映画でですね、映画作るのにですね、愛がないんですよ、その、何だろう。その、こないだのガンダムもそうですけど、あの、お前らどうせガンダム好きなんだろうって、ガンダムの、 プラホテルが、あの、おじさんおばさんになっても、あれだろう、1万円とかで買うんだろうって、ガンダムの映画ぐらい見に来いよみたいな感じでですね、そんな感じの、あ声が聞こえてくるような感じのですね、なんだろ、う。とりあえず作ればですね、面白く、 面白かろうがですね、面白くなかろうが、どうせお前ら金払って見に来るんだろうみたいな感じの愛がないんですね。あのー <coughs>、ってことで、えー、やっぱね、お、うんなんだろう。そんな、いきなりで、いきなりですね、どこでしたっけ。いきなり、あのー、 前回の全国大会で優勝した三能戦を見せられてもですね、あの、えー、スラムダンクを全部読んだ人とかはですね、あー、三能戦ね、なんか大変だったみたいね、みたいなのはですね、一応わかると思うんですけど、そんない、いきなり三能戦見せられてもですね、面白くない、な、なんだろうな。知ってる人はですね、ちょっと面白いと思うんですけど、 知らない人からするとポカーンなわけで、はい、もうな、な、何んだろうな。昔のファンを,をですね、ああ、まあ、アンチョコにリメイクしてですね、えー、お金に変えるみたいな感じのことをやられてるみたいで、あの、パティクション、スラムダンクは好きなんでね。あの、な、なんだろうな。 簡単にお金に換えるような感じで作るのはですね、良くないと思うんですよ。あのー、ま、こ、こんなシーンもありましたね。あ、これか。な、仲良し二人のハイタッチってことでね。で、えー、まあ、私が思うにですよ。まあ、やっぱ先ほども言いましたけど、あのー、ご、 5本ぐらい作ってもですね、CG で作るんでね、あのー、何な,なんだろう、5本ぐらい作ってもいいような気がするんですけどね、あのー、まあ、映画1本2000円ぐらいで見に行けますけど、な、なんだろうな、若い子がですね、全然ターゲットに入ってなくてですね、この間のガンダムもそうですけど、 な、なんだろう。お前らおじさんになって、おじさんおばさんになってお金があるんだから、お金があるけど暇すぎてしょうがないんだから、あの、スラムダンクの映画は作ってあるでお前見に来いよみたいな。なんかそんな感じのですね。で、そのスラムダンクの映画見に来てグッズを買って、で、DVD を買って、えー、でした、何で、何ですか。 なんかいろいろあのー、またあのグッズとかいろいろ出すからもう全部買えよみたいな感じで言われてるような気がしまして、すごく良くないなと。で、これが、まあ、えー、両南戦ですね。まあ私が考えるとですね、最初の両南とのですね、練習試合で映画一本作るでしょで、えー、みっちゃんとかですね、 みっちゃん。みっちゃんとかですね。んなんとかりょうた。なんとかりょうたのあたりでですね。なんとかりょうたとですね。えー、神奈川県大会予選あたりでですね。もう一本取ってですね。えー、ん神奈川県の上の方に行くとですね、なんか、4チーム残ってリーグ戦になるんですね。 で、えー、まあ、海南大付属のですね、えぇ、ー、とかあの辺でですね、薪とかですね、あとどこがありましたっけ消和用、昭用とかなんかそんなとこもありましたけど、その辺で一本取りまして、で、それからですよ。それからですね、あのー、山王戦で、 一本取りまして、で、それからですよ。それからですね、あのー、なんだろ。う、その後のスラムダンクを一本取りまして、ぐらいの感じでですね、やるような感じが、5本ぐらい取るような感じでですね、とりあえず作った方が、 よかったんじゃないかなと思うんですけど。で、えー、まあ、さ、最初の頃に言いましたけど、スラムダンクのですね、今回の映画の内容はですね、えっ、ー、と、まだ明かされてないそうで、えー、まあ、12月3日にですね、えっ、ー、と、見た人がですね、ネタバレを、あの、さ、あの、お俺しか知らねえ、<laughs> あの、映画をですね、あの、 12月の3日のですね、朝一の映画を見てですね、映画を見てる最中にですね、あの、速報、えー、スラムダンクの映画の内容は、えー、どの部分だよっていうのが多分最初の速報になると思うんでね、その辺で、あ、じゃあ、12月3日俺忙しいわ。えー、12月の3日にですね、うーん、ならないとわかんないよってことで、で、まあ、そうですね。 ま、スラムダンクのですね、えー、新聞広告がですね、あったよとかですね、なんか、井上なんとかさんがですね、なんかどっかの黒板になんか書いたよとかですね、なんかありましたけど、まあ、スラムダンクファンはですね、多いんでね、まあ、どうなるかわかんないですけど、その、うーん、愛のないリメイクはですね、えぇ、ー、<laughs> やめていただきたいと、えー、思いますねってことで、 今のあの、うるさい奴らのですね、あの、リメイクが、なんかやってるらしいんですけど、どうなんですかね、僕は、あの、リメイク、あの、変なですね、愛のないリメイクをするんだったら、あの、昔のやつをですね、綺麗にするような感じの方がいいような気がするんですけどね。あの、声優さんも昔のまんまで。その、新しいのを作るんだったら、 作ればいいんだけど、その、どうせリメイクでですね、その、オリジナルを超えれないようなリメイクが多いんでね。それだったら、あの、まあ、昔の、あの、手直しみたいな感じで、昔の手直しの方がですね、ありがたいような気がするよってことで。はい、えぇ、ー、しまった。まとまんないな。はい、まあ。 えー、まあ、スラムダンクのですね、映画をもしですね、私があの、まあ、撮るなら、と、撮る部分を決めていいんだったらですね、まあまあ、さっき言ったけど、5本、その、まあ、練習試合とですね、えー、みっちゃんのあの辺の手とですね、えー、県予選の決勝あたりとですね、えー、三能参戦とですね、その後のあたりをですね、 やる形で、えー、作っていただく形がですね、いいと思うよってことで、えー、まあ、で、12月3日にですね、ネタバレが起こっちゃうとですね、もうみんな冷めちゃうような気がするんで、っていうかですね、スラムダンクの映画やるなんてみんな知らないですから。あれな、コマーシャルが難しいんですかね、現代って。<laughs> はい、えー、で、あと、まあ、愛のないリメイクはやめてくださいよってことで。 はい。あと、私はですね、見に行かないですけど、えー、皆さん頑張って、えっ、ー、と、スラムダンクの映画をですね、見に行ってくださいよ、ってことで、えー、宣伝でも何でもないですけどね。今、一応、ネットではですね、ほんのちょっと煽ってるんですけど、あ、うん、情報が今多すぎますからね、その、みんなの、えっ、ー、と、目に届いてないような気がするんでね、私、はい、も、 まあ、ワテクシマ、でですね、スラムダンクはですね、あの、テレビアニメはですね、えっ、ー、と、あまり良くないので、あの、オープニングとエンディングはいいんですけど、その、んえっ、ー、とね、原作にあの、アニメが追いついちゃってたりとかですね、えー、なんとか尺を伸ばさないといけないとかですね、えー、だから、試合中の1分くらいのことをですね、あのー、30分とかかけてですね、 えー、伸び伸びでやってるんで、なんだろう。内容が薄いんですね。あの、どんだけ尺をですね、伸ばそうかと思って作っちゃってるんで、えっと、スラムダンクを見るんだったらね、えー、漫画で見てくださいねってことで、はい。今回、えー、あ、スラムダンクは漫画がおすすめですよってことで、はい。今回以上です。